お花紙で大小の青いポインセチアを作りましょう。お花が潰れない収納法もご紹介します。まずは大きいポインセチアです。三山タイプの蛇腹折り型紙を使います。二枚重ねにしたお花紙を型紙に挟み蛇腹に折ります。二つ折りにしたら全部山折りになっている方から斜めに切り落とします。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。内側になる方のお花紙も同じように蛇腹折りにして二つに折ります。少し小さめに斜めに切り落としましょう。二枚重ねになっているお花紙を開いていきます。ふわっと立体的になるよう真ん中だけを指でギュッと押さえましょう。外側になる方の真ん中に液体のりをつけ、内側になる方を重ねて真ん中をギュッと押さえます。その中心に液体のりをつけ、直径5ミリぐらいの白い発泡スチロールビーズを何粒か貼ります。ビーズはお花紙を丸めて作ることができます。白いお花紙で作るときは発泡スチロールビーズを青色の絵の具で染めます。青いお花紙を丸めて作ってもいいです。お花を収納する筒を作りましょう。 A4 用紙の端を1センチくらい折ってのり付けし、筒状にします。これを4つに切ります。お花の中心を押しながら丸めて筒の中に押し込みます。この状態で飾る時までしまっておきましょう。次は小さいポインセチアの作り方です。お花紙を半分に切り2枚重ねにします。六山タイプの蛇腹折り型紙の半分のところに挟み、三山の蛇腹折りにします。これを半分に切ってから大きい方と同じように作っていきます。収納するための筒は B6 サイズの紙を使います。作り方は A4 サイズの作り方と同じです。筒にしまう方法も同じです。飾るときは筒から出し、花を開いて形を整えます。大小並べ方を工夫して飾りましょう。